小さいお子さんから年配の方までも食べていただけるような優しい味で安心して食べていただけるものを目指して作らせていただいてます。午前9時ごろ、甘い香りとともに焼き上がる店自慢のスコーン。保坂光明さんが一人で営業しています。倉敷市真備町矢田の福祉施設ライフタウン真備の1階に店を構えるココマール。15種類のスコーンのほかドリンクを販売し、店にはカフェスペースを設けています。スコーンは多い時は1日に200から300個売れるといいます。ちょっとした時にお家でホッとできるお菓子があるのはすごい嬉しいですね。みんな勇気づけられるというか、なんか元気もらったんじゃないかなと思いますね。奈良の方から来てくださったということで、すごいこちらとしてはすごいありがたいし、地域の人たちにもいいような場所になってるんじゃないかなと思います。2018年7月の西日本豪雨、真備町は町のおよそ3割が茶色く濁った水に浸かりました。保坂さんはもともと奈良県に店を構えていましたが、被災地の復興のために何かできればと2020年8月から店を真備町に移し営業を続けてきました。顔も合わせたことない人たちなのに、まあ、皆さん挨拶とかしてくださって、まあ大変な思いをしたからこそそういう人のつながりっていうものがあるんだなという、数年経ってだんだん忘れてしまってくるこういう状況の中で、倉敷市だったりとか岡山市だったりとか、また県外の方が来られて、で一度またここに足を寄せていただくことで何か感じることだったりとか、また生まれるものがもしあればと思って。豪雨から5年、自分が店を始めて10年、節目となる今年、保坂さんは8月20日で真備町での営業を終了し、自分の夢でもあった地元山梨県で新しい店をオープンさせることを決めました。この町で学んだり経験した人のつながりというか、優しさっていうことが一番大事で、つながりを持って大変な時こそやっていけるんだなということを感じていますので、これからも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。